ルゼンチン対モロッコ戦、もうめちゃくちゃな剣。クリスティアン・メディナが土壇場でゴールを決め、モロッコと2-2の引き分けに持ち込んだかに見えたが、ファンがピッチに侵入してプレーを中断。秩序が回復し、各チームがフィールドを去った後、試合が終了したのではなく、審判によって中断されたことが判明した。VAR はメディナのゴールがオフサイドだったことを認め、スコアは2-1でモロッコに戻った。ドレッシングルームで1時間以上待たされた後、選手たちは最後の3分間をプレーするために出てきた。モロッコは勝ち点3を獲得して終了した。ああ。もうめちゃくちゃで草。開幕でいきなり荒れすぎやろ。1時間半後の VAR でノーゴールってそんなのありかよ。初めてだろうな、さすがにこの流れ。試合終了ではなく、観客乱入による中断となっていたのでもしや、と思ったら、ああやっぱりゴール取り消しかとなった。オリンピックでこれなるのおもろい。メッシもぶち切れてて草。